ヒンズー教とか仏教とか、盆教とかっていうようないろんな考え方があるんで、なかなか説明が難しいんですけれども、そのあの御柱もいろんな要素が混じってまして、神道神社なんですけれども、仏教の考え方もありますし、山岳宗教的なものもありますし、諏訪信仰全体がそうなんですけれど、いろんな色合いのものが入り混じっているのが諏訪信仰の特色で、なかなかその諏訪の御柱のそのなぜ建てるのかっていうことを問われるんですが、これはなかなか答えるのが難しくって、もう何百年も続いている間にいろんなものがくっついてきているわけなんですね。ですからそれをこう一つ一つ引き剥がしてその解析分析していくのもまあいいんでしょうけれど、むしろそういうことをすると御柱の本質を逆に見失うんじゃないかなという私は気がしております。何にしろ最初の話に戻りますけれども、やっぱりそのピュアな魂ですね、本当に純粋なひたむきな心っていうようなものが御柱を動かす原動力になっているんだなということは、おそらく縄文時代からやっているにしてもそんなものが続いてきて今に至っているんだなという気がつくづくいたします。先ほど来歌声を聞いてなんか改めてそのことを、もう一度感じたっていう今日は大変私も心洗われる思いで、今日はいい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。まとまらない話です。亀谷さん、ありがとうございました。実はですね、ただいま亀谷さんから御柱のいろいろお話をいただきましたが、近々シンポジウムがあるということで、ちょっとそのご案内を最後にお願いしたいと思います。ごめんなさい、一番今日の目的で来たことを忘れておりまして、先ほどちょっとお配りさせていただいたんですが、うち の, 企画展のチラシにシンポジウムのこの緑のご案内ついているかと思いますけれども、4月の24日と25日に、そうは言ってももうちょっと御柱のことをいろいろ研究してみようということで、アジア民族文化学会というところと一緒に共催で、御柱シンポジウムというのを開催をいたします。いささか理屈というかいろいろその細かい話になるかと思いますが、ご興味のある方はぜひ来ていただくと、御柱のいろんな考え方っていうのを、ちょっと知っていただくことができるんじゃないかなというふうに思います。今、一生懸命準備しているところなんですが、参加者 の, パネラーの方といろいろ話しますと、かなり斬新な説というか、今までにないものが発表されるようでありますので、それから中国からも張先生っていう方なんですが、わざわざ、来ていただく予定になっております。せっかくの機会なのでぜひお出向きいただきたいと思います。チラシにちょっと優待券をつけさせていただきました。招待券じゃないことが嫌なというので、ぜひ来ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。いかがだったでしょうか。いつになくスペシャルなミニトークでした。御柱の意味、そして御柱の身近にある御柱、そしてその起源、また私はちょっと興味を深く感じたのは、時を遡るだけではなくて空間として世界にそういう思いが共通する思いが広がっているというのは、とてもなんか素敵な話だったなと思います。皆さんこれを聞きましたので、今年は御柱、そして美咲ちゃんの歌を聴いて汚れから晴れのところへ、たくさんのエネルギーをいただいて、いきたいと思いますので、今日本当に亀谷先生ありがとうございました。梶原先生、大竹幸恵さん、本当にありがとうございました。大きな拍手お願いします。Thank you.